浅永新一郎3月31日から1979年7月8日は日本の物理学者。相対論的に共変でなかった場の量子論を超多時間論で共変な形にして場の演算子を形成し場の量子論を一新した。超多時間論をもとに繰り込み理論の手法を発明、量子電磁力学の発展に寄与した功績によってノーベル物理学賞を受賞した。 東京生まれで少年時代以降は京都育ち。なお、朝長家自体は長崎県の出身。武蔵野市名義民。1906年、東京市小石川区小日向三県町に長崎出身の父親、朝長三十郎と埼玉県出身の母親の子として生まれた。幼少期は病弱であったと伝えられる。1913年、父。 三重郎の京都帝国大学教授就任に、伴い一家で京都市に転居し、西木林小学校に転校する。三重郎は、後に京都学派の哲学者の一員として知られるようになる。浅長は、次第に自然に興味を持つようになり、娘鏡で実験を行ったり、電信機や顕微鏡のレンズを自作するなどしていた。著名な哲学者の息子ではあるが、朝長は、 後年、哲学というものは私にとって花肌苦手で、どうしても歯が立たないと語っている。しかし、しばしば他人から、あなたの言ったり書いたりしていることは結構、哲学的ですなどと言われるとも述べている。京都市中、第三高等学校、京都帝国大学理学部物理学科を卒業。学生時代は、女女瑠璃や寄席に入り浸って、かなりの趣味人だったと伝えられる。 卒業後は、京都帝国大学の無給復習に着任する。湯川秀樹とは中学校、高等学校、帝国大学とも同期入学、同期卒業であり、就職もやはり、湯川秀樹と同期で、机も同じ部屋にあった。1931年、西名義尾の誘いを受け、理科学研究所、西名研究室の研究員に着任。ここで、 マグネトロンの発信機構の研究等を行う。ドイツのライプツヒに留学し、ベルナー・ハイゼンベルクの研究グループで原子核物理学や場の量子論を学んだ。また、第二次世界大戦中にはマグネトロンや立体回路の研究も行った。この研究により、1948年に小谷正夫と共に日本学士印象を受賞している。1937年、 ニールス・ボーアが来日。1941年、東京文理科大学教授。1949年、東京教育大学教授。プリンストン高等研究所に滞在し、両子多体系の研究を行う。教授となってからも東京大学の学園祭で、特技のドイツ語による落語を演じるなどして、シャレッケが多かった。1947年、 量子電磁力学の発散の困難を解消するための繰り込み理論を形成し、繰り込みの手法を用いて、水素原子のエネルギー順位に見られる、いわゆるラムシフトの理論的計算を行い、実測値と一致する結果を得た。この業績により、1965年にジュリアン・シュインガー、リチャード・ファインマンと共同で、ノーベル物理学賞を受賞する。しかし、肋骨を折っており、 12月のストックホルムでの受賞式には出席できなかった。1956年から1961年には東京教育大学長、1963年から1969年には日本学術会議会長を務めた。晩年は中学校などでも講演を行い、自然科学の啓蒙にも積極的に取り組んだ。1979年、高等眼が悪化して、 息を引き取った。前年に手術を行ったため声が出せない容態だったという。墓は東京の多摩霊園にある。1949年に出版された量子力学は日本語で書かれた量子力学の教科書の定番として長年読み継がれており、1963年には小柴正都氏による英訳本が出版された。さらに1998年には スピンはめぐるの英訳本が出版されている。また物理学、量子力学の一般向けの啓蒙書も数多く、執筆しており、没後の1980年には、物理学とは何だろうかが、おさらぎ事業賞を受賞した。が、量子力学、物理学とは何だろうかは、共に未完成である。著作集は、ミスズ処で、没後を刊行している。ありがとうございます。